こんにちは、プシテツです。はい、今回はですね、雑談動画になりますね。何の話かというとですね、先日、2022年の2月28日に、ラブライブ公式の方から、バーチャルスクールアイドルという、新たなプロジェクト、2022年秋より活動させることを、発表しました。はい、そもそもですね、バーチャルスクールアイドルとは、一体何なのかということなんですけれども、一応、ラブライブ公式によりますと、新たなメンバー及びキャストによる動画配信をメインに、雑誌展開、楽曲 CD のリリース、スマートフォン向けアプリ、ライブイベントなど、オールメディアで展開、メンバーたちのストーリーの展開や、キャストによるライブイベントなど、従来のラブライブシリーズにて実施してきたコンテンツは引き続き展開しつつ、様々なプラットフォームにて新たな体験をユーザーに提供します、と書かれています。はい、冒頭にも、書かれています通り、ね、どうやら、バーチャルスクールアイドルとは、動画配信をメインに、活動し、それ以外、例えば、ライブイベントや、ストーリーの展開、楽曲 CD など、これまで、ミューズ、アクア、虹ヶ崎、リエラといった、この4グループと同様の展開をしていくことが、現在、そのティザーホームページにて発表されています。はい、要するにですね、おそらく今考えられているものとしては、二次三次や、ホロライブといった、バーチャル YouTuber ね、いわゆる、VTuber のものをなしていくと、現在考えられます。で、あとですね、新たなメンバー及びキャストによる動画配信をメインにと書かれていますので、おそらくこちらも、キャスト、メンバーによ、キャスト陣による、YouTube での動画配信をしていくと考えられます。まあ、これもですね、簡単に言ったら、アミューズの、声優さんたちね、例えば、ラブライブシリーズで言ったら、カオリンとか、モエピとか、ヒナヒナとか、ですね、が、アミューズのチャンネル、ありますね、アミューズの声優チャンネル。それみたいな企画をこのラブライブシリーズでもやっていくと、現在私は考えております。はい、というわけで本題に入るんですが、バーチャルスクールアイドルについて、思うことなんですけどね。一応、私の展開、思いとしては、別に、これも面白いんじゃないかというのも思います。理由としてはですね、今、YouTube とか、やっぱネット上、メタバースですかね。ちょっとそこら辺はちょっと詳しくわからないですけどね。メタバースっていう、仮想空間ですね。メタバースをなんかバンダイナムコが、そのようになんか投資していくとのことなんで、おそらく、この、バンダイナムコのメタバース、の投資の、おそらく、主力になるんだろうなっていうのは思います。ね、やっぱ簡単に言えば、ネットに強い、スクールアイドルですね。ね、例えば、ミューズから始まりね、アクア、リエラや虹ヶ崎、そしてバーチャルスクールアイドル。ね、それぞれ個性がありますよね。で、例えば、虹ヶ崎だったら、ソロアイドルっていうのがありますけど、この、個性溢れる、展開になっていくも、いくのもね、結構面白いなと思います。で、それとですね、やっぱこれ個人的に嬉しいんですけどね、この、ラブライブ公式が、紹介した、この、映像ですね、どうやらその中にですね、石川県の金沢市の施設ね、例えば、展望台、市内にある展望台とか、で、また、兼六園などといった、金沢市内の、施設、名所が、なんかその、動画の中で描かれてるようなのね。現在私、京都に住んでるんですけども。京都から金沢まで結構、行きやすいんでね。やっぱ西日本あたりが結構聖地になるのは嬉しいですね。今まででしたら、東京、例えば東京の中でも、秋葉原とか、お台場とか、原宿とか、だったりとか、アクアの、沼津という感じに、東の方が結構多かったんですけども。やっぱ西に新しいスクールアイドルが、増えるっていうのも、それもいいかもしれませんね。でですね、やっぱバーチャルスクールアイドルにはですね、やっぱ不安の声もあるみたいなんでね、例えば、終わりだよラブライブとか、なぜキズナアイの失敗を学ばなかったとか、などといったね、不安の声も、なんかネットには書かれてるみたいなんですけど、実はですね、これ、私らはラブライブにハマり出したのは、去年の、初夏、6月頃の、すごい土新規なんですけど、実はですね、アクアや、虹ヶ崎が、プロジェクトを開始した当初も、どうやら、ね、なんか不安視
の声があったみたいなんですけどもね。まあ今アクアも今ライブありま、や、まあドームでライブやってますし、で虹ヶ崎もまあ京セラドーム大阪とか、現在のベルナドームというふうなね大きな施設でまあライブもやったりとか、でアニメの予定がなかった虹ヶ崎もまあアニメをするようになってね、まあ結局としてはね、まあアクアもまあ虹ヶ崎もいろいろ最初はまあ不安視されてたみたいなんですけれどもね、まあ今は成功してるのね。まあおそらくまあスクールアイドルね、バーチャルスクールアイドルもやっぱ成功してやっぱおーっていう感じになるとまあ個人的には思います。はい、これ最後ね、これも個人的に思ったことなんですけどね、このバーチャルスクールアイドルですね、動画配信もして、曲も展開して、ライブイベントもするという展開なんですけどね、まあおそらくまあこれはまあストプリみたいな展開を続けていくのかなと思います。そもそもですね、ストプリとは何なのかと言いますと、ストプリとはですね、ジェルさん、サトミさん、コロンさん、ルートさん、まあ、リーヌさんと、七森さんの6人で活動する、まあそういうまあユニットがあるんですけどもね、まあその、ストプリの、まあ、皆さんも、まあ、どうやらその YouTube をまあツイキャスをメインに、活動していて、でそのなおかつまあ曲も出したりとか、ライブも実施しているという、でまあ個人的にはその、このバーチャルスクールアイドルはこのストプリのまあ皆さんのように活動していくのではないかなと思います。はい、というわけで今回は、ラブライブシリーズの、新たな、プロジェクト、バーチャルスクールアイドルについての、動画でした。ね、バーチャルスクールアイドルは、2022年の秋より活動をスタートすることなので、ね、まあ今からね、非常に楽しみです。はい、というわけで今回の動画はここまでです。それでは皆さん、さよなら。